福井ゆかりの作家や作品について紹介するふるさと文学シリーズ。今回の街角牽制は幕末の福井藩で活躍した歌人立花の明美についてご紹介します。立花の明美は1812年現在の福井市に生まれました。幼くして母を亡くしたため幼少期を越前市で過ごしました。岐阜県の国学者田中大秀に入門しましたが、福井市に戻り地方歌人として生涯を送りました。質素ながらも心豊かに暮らす明美の生き方に共感した福井藩主松平春嶽から城で和歌や古典を教えるよう勧められましたが辞退し、家族と共につつましく暮らしながら歌を詠み続けました。明日は山の愛宕坂にある立花の明美記念文学館では、独楽吟に収録された和歌や明美の住まいだった藁屋の復元ジオラマ、明美に関する本などを展示し、幕末福井の偉大な歌人について詳しく紹介しています。立花の明美は幕末の福井にて歌人として、また国学者として活躍をした人物です。古典文学や和歌への知識が非常に豊富であった人物ですし、また穏やかで欲がない人柄であったことが知られています。その知識や人柄に惹かれて、たくさんの人が明美に学んでおりまして、当時の福井藩主を務めた松平春嶽なども明美に学んだ人物の一人でした。明美は日常生活を題材にとり、身近な言葉で歌を詠みました。それは当時の歌壇としては珍しいことであったんですけれども、明治になり正岡子規などが注目をして明美を評価したことによって、その後の歌壇に影響を与えていくことになりました。近年では天皇皇后両陛下がアメリカにご訪米された際に、当時のクリントン大統領が歓迎スピーチの中で歌を引用して、それがきっかけとなり非常に関心が高まっております。現在では独楽吟という楽しみ屋で始まり時で終わる歌が特に親しまれております。また昨年4月には県の文書館に寄贈された資料の中から明美が編集した歌集を発見。明美が生きている間に歌集が生まれ出版されていたことなどが新たに分かりました。この歌集は来月1日県立図書館の中に開館する福井県ふるさと文学館で見ることができます。ふるさと文学館については来月8日日曜日の街角牽制で紹介します。展示の内容や大物作家のトークショーなど見どころ盛りだくさんですよ。さて今回はふるさと文学館オープンを記念して、文学館オリジナルファイルを5名様にプレゼント。住所、氏名、番組の感想などを書いてはがきまたはホームページからご応募ください。